はい、すぐに思い出して今日何だったんだ、コロッケ食べた、コロッケにキャベツがついてた、あとはご飯食べて、今日はおかゆ食べてっていうのを夜に書いて、はい、ああいうメモ帳にして書いて、はい、ああいうふうに色を使って書いたって感じ。